さんこんにちは、島野正樹です。この F2B の、ね、スペシャル、ナンバー12になるんですけども、今回も、JB のこの試合これの、ね、後半戦の、まとめを皆さんに見てもらおうと思うんですけども、今回も、お二人の、ねゲストに来ていただいてるんで、まず三村プロ、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、佐藤プロ、よろしくお願いします。今年ね、今度 JB の試合1年終わってしまったんですけども、三村プロどうでした？はい、参加人数がねもう非常に多かったでしょう。そうですよね、もうひどい試合になったら600、700近かったですよね。だから自分も釣りをこう思い込んでね、はい、もうできるという状況がね、はい、ちょっと無理があったかなと、うんうん、自分がこう絞り込んでいっててもなんかふらーっと来た人にこう、うん、さっとさらわれるとか、うん、そういう状況がまあまあ多かったんですね。佐藤プロはどうでした？で私は相変わらずまた今年もガイド病が出てしまいましたね。どうしても僕らの場合毎日のように湖を出てて、はい、ほらどうしても考えるパターンがこうお客さんにある程度同じ動作の繰り返し、はい、単純動作の繰り返しで魚を釣ってもらおうと思って、はい、そのパターンを見つけた時にねすごい楽な釣りになってしまうから、そうですね、どうしてもそのイメージが抜けきらんとトーナメントに入って、はい、ほんで今ね、はい、まだ三村プロが言うたみたいに、はい、そこへガバッと人が来て、はい、いう形でね、うん、だからやっぱし今のトーナメントの状況っていうのはもう人が問題ですかね。そうですね、うん、もうなんていうんですかね、もう普段の釣りができないですからね、はい、まずね、はい、でどうしてもこう食わせの釣りに走ってしまうっていうのが、はい、まあ今年振り返ってみたら、うん、全体的にそういう食わせる釣りのうまい人っていうのか、まあ、のいい人、うん、まあごく一部強い人はの除いてしまうんだよね、はい、そういうのがこう平均的にあったということで、まあそしたらとりあえず、このお二人が、マスターの、試合を、後半戦参戦、ね、どういう戦い方をされたかっていうのをね一度見てみましょう。ございます。JB 第4戦マスターの霞ヶ浦、ね、2日間ブラやって初日がゼロで昨日が4つで来るやつは大きいんやけど、パターンっていうのが全然なくて、深さが80センチのとこで釣れたり、3.6 ぐらいまでのとこで釣れたり、なんか分からへんねんけど、とりあえずルアーだけ主にラバージグだけで今回は押し切ってやろうかなと。ほんで話聞いとってもみんなあんまりね釣れてへんしね、まあ主に杭関係を一日やって、勝負場は一箇所だけ、もうずーっと杭延々と1000本ぐらい打とうかなと思ってますけどね。ほんで総合で今暫定18位、だからクラシックは20番やったかな。ここで落とすわけにいかへんから、とりあえず点数は何点か持って帰ろうと思います。今日が僕の勝負日です。頑張ります。いかにもカエルがいそうやのにな。試合も長いけどカエルから始めた試合も初めてよ。なんかプランの時はずっとできたのに試合になったらあかんわ。慌てるわ。
よっしゃ、やっと魚や。おら、バスか。バスや、バスや、バスや、バスや。うい、おー、でかいでかいでかい。でかいでかい。でかすぎるわ。しんどい釣りやな、これ。ちょっと、どれぐらいか。キロは、キロは超えてるやな。しんどすぎるわ、こら。昨日のはもっと太ってたのにな。どっちで釣れたんやったな。あれが釣れたんか。もう10時やで、もう。むちゃくちゃや、今のなんか。よっしゃ、ナイスっしゃ。そうですね。え、手長指出てきた、ほら。手長指の手見える？指食ってんやな。正直なやつや。出すなよ、吐くなよ、お前。900もあるわ。吐くなよ、お前。やる気が出てきたわ、やる気が。一匹退治しました。一匹退治しました。古着は琵琶湖で死ぬほど釣ったっちゅうのね。こいつまだ綺麗やな。なんか魚釣れたら嬉しいわ。でもこれなんで試合があかんねやろ。どっから見ても買えるやんけ。くそー、なんやほんまに。晴れたらあかんのかな。晴れたらあかんというか、試合やからあかんのかな。ないよ、出たんが4つも揃った。よかった。さあ、死ぬ気で帰るで。この船屋さが遅いし。もうすっかりやる気がなくなった。5点やんけ。2点、2匹やったら。跳ねんな、跳ねんな。あのさ、あ、早い。お、マイナス100リーダー。うん。跳ねんな、跳ねんな。水落ちる。4キロ引けてんだな。これがな。1502。最悪。騙しすぎ。朝からもう向こうの角で波見たったにもブルー入った。向こうやべやん。結局結果は出すの？え、順位ですか？昨日は178。点数は？点数あるでしょ。ちょっともうええですわ。しゃあないわ。何
赤嶺プロ18。はい、おはようございます、JB マスターシリーズ5000名ですね、琵琶湖、1日目なんですけども、季節的にね、9月ということで、秋の気配がねちらほら見え始めてるんですけども、秋といえばね、スピナーベイト、バイブレーション、クランクベイトっていう釣りがね非常にね活躍するシーズンなんですけどね、今回僕もやっぱりスピナーベイトをメインにちょっとやってみたいなって思っているんですけども、狙ってるねポイントのロケーションっていうのがね、ヒシモっていうねウィードなんですけどね、ヒシモっていうね縦にスラッて伸びたウィードがいっぱい琵琶湖生えてるんですよね。でそれをスピナーベイトでトレースするのと同時に、条件が良かったらその表面を引いてやると、バズベイトでも対応してみようかなと思っています。今日ねちょっとドピーカーなんでね、ちょっとそういう釣りが展開できるかなってちょっと不安もあるんですけども、まあおいおい対応していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。JB 第5戦マスタープロ琵琶湖戦、今回ね試合に対しての練習っていうのはね1日たりとも出てないんです。でみんなの話を聞いたらちょっと魚が釣れてないみたいで、ちょっと僕もどうしようかなと思ってるんやけど、今までの経験でね秋らしく釣ってみようと思うんですが、今までやったらなんちゅうかな試合1日2日ある前日前々週とかにきっちり練習をしてちゃんと絞ってその場所に入るんやけど、今回はもうそういう練習を一切しないから、もう今日やね、ほんまに今日がプラっていうかね魚を探す方を重点的にサイズがどうあれ探す方を重点的に今日は一日頑張ってみます。釣れへんねんな。去年僕この試合ね赤ノイで取ってるんですよ。1日目5本、2日目5本、きっちりね。でそれで多分30位ぐらいやったんちゃうかな。で今年ちょっと天気おかしいでしょ、台風がこっちの方に行けへんかったり、でウイドがすごく残ってるんですよ。で残ってるのはとりあえず分かってるんです。で魚がおるかどうかまでは分からへんねんけど、季節的に魚がそっちに動くからね分からんけど行くだけです。あかんかったら考えますわ。これで一発出てくれたら調子に乗れねえけどな。次だ。さあ行くぞ。釣れるんかな。そっちウィード見えてるでしょ。でこっからないでしょ。で取水塔と取水の間が身を筋になってるんですよ。だから一見フラフラっと釣りしとったら。今年ウイド多いでしょ、気がつかへん。魚もおれへんかもしれんけど、ネチネチやらなあかんかな。マミヤ。これはベタベタやね。ベタベタですよ。
よいしょ。なんか、わけもなく釣れた今。おい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 。あ、キーパーや。キーパーや、キーパー。あれ、モカリ線って言うんですよね。先週しとってくれたらよかったのに。魚やけど、あー豆や。サイズ下げたらこんなんや。ああ、またや。こんなん思いっきり合わせる魚ちゃうわ。うわ、青子がすごいな。これ何個ね、全体的に多分こんな感じですよ。人の話聞いても水がね、雨が降らんとずっとそのままなんですって、まあ、水が入れ替わらへんでしょ。全然水門開けてないし。よし、これはキーパーや。あー、ないか。うわ、ちっちゃいな。うい、俺はキーパーやけど、ただキーパーやな。よし、かかるだけやな、これ。もう気をつけて。うわー、やばい。これはやばい、キーパーや。これはやばい、キーパーですわ。あるかな。よいしょ。あるな、あるな。ギリちゃんカスカス。ギリちゃんくん2匹。あ、バスや、バスや、バスやけど、どんなんや。あ、なんかわからんな、スクオーか。なんかわからんわ。あ、のんきやな。せっかく救ってあげたのに。あったあったけど、尾っぽあらへんやん、これ。こっちの方がさっきのより立派にあるね、でも。立派言うたらあかんな。またこんなん釣って喜んでるで。またやで。うわ、もう10時半やんか。早っ。けどな、どっか行かはったかな。あ、これキーパーちゃうか。うわー怖い、うわー怖い。これは怖い。うわー、これはまともやったな。お、だん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 なんかつれつれムードになってきたぞ。こいつ白いね。こいつ外から入ってきたんじゃ、お魚。今までの黒かったもんね。これはよそから入ってきたよ、多分。こっち来て2つ釣ったやもんな。あ、離れたウイドにもおるぞ。豆さんやけど。あ、でもだんだんなんか魚が緑になってきたね。動いてきてんかな。もうすびな落ちとけば、もうすび直しとけばよかった。さっきから気になっててんけどな。
切れました。残念。もうダメね。あ、パスやったな今の。クエ、この辺やったんやけどな。クパ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 。モンキーかな。ありそうやな、ギリギリ。あやん、ちゃんとあるやんか。あるな。ちっちゃいなこれ。何これ。のんきーでした。のんきーさんでした。ほい。もうええぞ豆は。来たー思ったのに。何本？4つです。1782。順位は分からへんけど、みんな釣れてないやっぱり思った通りは。分からんけどね、明日やね。明日起きてから考えます。下手です。下手です。下手です。おはようございます。2日目ですが、昨日1700でね、90何位か、なんかその辺です。で、普段の90位ぐらいやったらね、2400、500ぐらい釣ってなあかんけど、やっぱり上と低いね、思った通り。で、そのままの昨日みたいにいい天気やったら、まあ釣れへん試合になったやろうと思うんやけど、今日曇りに雨でしょ。だから全体的に、あの、僕と違うみんな沖側でやってるウィードの人、あの人らが、あの、平均的に上とガッと上げていくと僕は思ってるんやけど、まあ今回そんな練習もしてないし、とりあえず自分の場所で、自分の魚を、一生懸命ゆっくりと時間をかけて、今日はね5本きっちり5本釣って、きっちり5本釣って、そうやね、90位やから割るって60位ぐらい、それぐらいまで行ったら年間の、トータルもちょっと上に上がるんちゃうかな思って、今はそう思ってますわ。で、ウィードやんのに昨日と一緒で、スピナーベイトと、ノーシンカーと、で最後は常吉、まあその3つぐらいしか時間的にもね今日はできへん思います。頑張ります。今日はほんでスピナーベイト色変えよう。今日はチャートでしょ。昨日これスカターンやったから。オッケー、28、おーい、はーい、オッケー、おーい。ゴリ押しでやってるからな、水がちょっとこっちの深い方が悪いんですよ。こう深くなってるでしょ、こっちの深い方に悪い水がガッと入って、フラットのフラットの方が水がええんやね。ほんでこう沖から魚が入ってくるんやけど、まだ上に上がりきらんとここでこううろちょろうろちょろしてるみたいやね。だから沖とここで、まあ、入ってもここまでしかけえへんと、ここから上にはまだ上がってけえへんから、言うたら条件的にはすごい悪いとこでやってるんやけど、ウィードでやれそうなとこここしかないからな。もう800ぐらいの来てくれ。よし、あ、マネかな。
あギリギリかギリギリか豆か。あ潜った潜った。あノンキーやノンキーや多分。全然ないですわ。黒いな。ここにいるやつやな。スピナーベイトに通したのに出えへんかったけど。あの脳震撼下出たでしょ。ちょっと良くないわ。良くない。雨でちょっと活性が上がるかなと思ってたんやけどな。よっしゃこれはキーパーやろ。よしよしよし、ちょいとマシや。どこやどこや。よし抜くぞ。おいよし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 。あー飲み込んだ。うわもう血出てる。危ない危ない危ない。ちょっと針抜かんと置いとくわ。貴重な魚やからな。ガリガリやな。でもあー切れた。ほんま、なんで切れんねん。12ポンドやぞ。来てくれ、キーパーやったら何でもええし、クラシックへ連れて行ってくれ。お、魚や。あ、なんや魚やけど。いたた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 。魚や。ええやつや。ええやつや。よし、来い。来い。ええやつや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 。よし。よし。こんなんいてましたわ。綺麗なバスやな。12時半ですわ。多分ねこういう穴ぼこ似てるんですよ。そっちほらウイドいっぱい出てるけど、こっち穴ぼこあるでしょ。ここここにいてるんですよ多分。出た。よーし出てこい出てこい。うわー豆やなこれ。キーパーがキーパー出方派手やったのいな。ほんまオンラインやなこれ。1ミリやで。ほらほらほら。うわ2匹になるんか1匹になるんか。ちゃうわ2匹になるんか3匹になるんかやね。よし帰りましょう車内。点数はあるけど寂しい。マスターの方が重い。すいません。はい450です。はい1900トンで4です。ありがとうございます。はい今日カメラ乗ってたらね。今日カメラ乗ってたらそんなもんや。もう入れ食い。昨日死んでんの。はい、3576は5匹。4つ。はい、班長。ね、試合今終わって、順位が46位で、まあ練習もせんと魚も見えぬままよく頑張ったなと。で、僕が試合始めてもう10年近くなるんやけど、こんなにローウェイトの試合っていうのね初めてです。で、僕が初日1700、2日目1900で
46ユーだかな。そういうね、ほんまに低い中でも、なんていうかな、季節的に動いてる魚を、まあ、追っかけて、難しいながらも、取ったと。で、今月の終わり、また川口最終戦あるんですけどね、クラシックも、まあ、黄色点滅のまま乗り込めるんちゃうかなと思います。で川口ね、噂によると水が満水で魚はまずまず釣れてるらしいんです今のところはね、また何週間あるかな、2週間3週間ぐらいあるかな、ちょっといろいろ考えて練習もちょっとできるかどうか分かりませんけどね、一生懸命ねこうシミュレーションしていろいろと考えながらちょっと過ごします。とりあえず今回助かりました。お疲れ様でした。はい、おはようございます。JB マスターの最終戦川口港ですけど、半年ぶりに川口港来ましたけど、水が、昔に僕が最初に川口港来た時と同じぐらいの水位に戻って釣りやすくはなったんですけどね、まあちょっと魚の方は見えてるとも言い難い状況です。で今成績がね、前回悪いながらもちょっとみんなを蹴落として今15位です。でクラシック行くに20番に入らなあかんから頑張って攻めて20番にも入ってとりあえず川口港帰りたいんですけど、状況ですけどね、とりあえずどこに行っても釣れる、8メートル行っても釣れるし4メートルやっても釣れるし、1メートルやっても釣れると。で秋やね、ほんまに魚が秋っぽくなってこうスクールになってあんまり固まってないみたいなんでね、1匹ずつ丁寧にかけて取って、なんとかね、今日は天気ちょっと曇ってるんでね、頑張って5本取らんと明日はしんどいんちゃうかなと思ってます。下さんも佐藤さんもいいし、2人の分も今日は頑張りますわ。せっかく森戸の前で魚見せようと思ったのに。これ釣ってやばいわ。すごいの釣ってしまいました。バカバカ。バレた。バレた。乗ったの。乗ったのにな。ラッキー、マトペパ釣った。森ぞー。釣でした。あ、魚や。魚や。ウィードや思ったら魚ついてた。あのきちゃ。へへー。何？クランクキャロ。クランクキャロで。キーパーやな。キーパーやけど、こんなキーパーは金の釣れへんかったぞ。まあええわ、いつもより早いわ。10時や。
いつもの川口やったら8メートルぐらいでもウイドあんのに、今年ないもん。だからあんまり釣れへんや。僕いつも9月にしたいここしか魚釣れへんから。いつもの川口と同じように考えたら5メートルぐらいまででウイド切れるみたいね。そっから深いところたらもうないとは言い切れへんけど、少ないし魚もあんまりついてないんかな。ちっちゃいな。ほんで今まであのミノーとかね、シャッドではこれつけてやったけど、こうシャクって後にこう緩めるでしょ。その時にルアーがこう浮いてる時になんかゴーって機能も来とったから、あのよく早く浮くルアーの方がええやろね。つねらんなろ。こうなると中に行きたくなってくんねんな。あかんねやなこれ。ほら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 、やっぱりそうや、やっぱりそうや。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。網網網、ちょっと待ってや、待ってや。合わせたらあかんねや。わかったわかった。わかったぞ。それでもこれなんちゃうねんな。昨日のやつとはちゃうねんな。さあ、今からラッシュが始まりますよ。今からラッシュが始まる予定ですよ。よし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 。あ、これ小さいな。あ、バスかバスかバスか。あー、危ない危ない。得意サイズ。うわ、一匹一匹抜かなあかん、これ。いや、抜けるんでしょうか。抜けましたね。抜けましたね。いい音しましたわ。ちょっとでかい、ちょっとでかい、ちょっとでかいがよう走るんか。ちょっと待てよ、浮くなよ。よしよしよし、ちょっとええやつやと思えるな。うわ、よし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 。忘れた頃に当たりが来るぞ。取ったら揃ったやろ。よっしゃ、お、だんだんでかなってきたぞ。そろた。やっぱり当たりやな。こう何回も追い食いしてるんやと思うわ。網。うわ、竿に絡まる。抜くよ抜くよ。おい、こい。210ぐらいから50に変わったぞ。これで気持ちよく釣れるぞ今の魚。
こんな飲んだんじゃん。こんな飲んだ。何やよ。はい。5本です。1700、ちょっと待ってね、1718、頑張った。はい、おはようございます。マスター最終戦2日目、昨日1710やったかな。それで13位ね。やってる最中、もう終わった後も、50位から80番ぐらいかなと、プラの、様子から言ったらね、僕のやってる考えではそれぐらいの順位で、まあ明日も、まあ、今日ね、同じぐらい釣らなあかんかなと思ったんやけど、思ったよりも成績が良すぎるんで、頑張ってね、回ってくるかなと思いますけど、400平均で釣れば第2も上がれるチャンスもあるし、頑張ってやりたいと思います。僕は昨日からね、ずっと雨降ってるんで、水温も下がって風も冷たいんですが、今日のところでまた永遠とやろうと思います。入らへん。
第4位です。ゼッケンナンバー8番三村和弘プロ。
川口高専の最終戦、4位でしたね。なかなか勝とうと思ったら大変ですね。また1位になれるようにきっちり練習して1番目指して頑張ります。で、成績の方がね、総合成績の方が、5位。去年がね、8番やったんですね。今年は5位になったんですが、クラシックの方も見事に、切符をいただきました。ところが去年、2位、悔しい涙を飲みましたから、今年は、琵琶湖戦最初から目いっぱい頑張って優勝を狙ってやります。頑張っていきます。ありがとうございます。はい、3戦分をね、見ていただいたんですけども、僕の場合はね、とりあえず今年もうマスターの試合はね、相変わらず、適当にこうダラダラと楽しんでたら、やっぱし今のね、JB のマスターこうダラダラ楽しんでええとこへ行けるほど合わないと、すごい参加人数の中でね、やっぱみんな気合が入ってきてはるんでね、そこで抜け出すのには、今のその混雑した釣り場の、釣りっていうのを僕がもうちょい、マスターせなあかんなっていうのをつくづく反省したんですけど、後半戦僕はね結構ちゃんとスネーキチを一回練習しようっていう気でね、まあこれがあと2年3年経ったらね役に立ってくるやろうなっていう気にはなってるんですけど、さて佐藤プロ、はい、どうでした今年この試合振り返ってみて。そうですね、非常にね普段がね巻物の釣りが多いんでね、はい、どうしてもその食わせの釣りに入った時にちょっと戸惑ってしまうっていう面がありました、はい、いくらこう釣りづらくなった例えば琵琶湖霞ヶ浦って言うても、はい、こう普通の時っていうのはね、うん、まだ比較的引き物の釣りとかう、ね、こういうストロングな釣りが通用しますよね、はい、それがことトーナメントとなるとねちょっとあれですね、はい、もうやりにくい面がもうまだ映像的にはねちょっと残念やったんが、はい、カメラをこう積み替えた時にそうですね、はい、超過が出ましたね。そうですね。あれはどういう状態だったんですか。ですね、初日ねウィードエリア の、はい、そのスピナーベイトとかバズベイトの釣りで、はい、ちょっと見えたんですよ、はい、でそれで結果が出なかったんですけど、で2日目ねちょっと1日目ねやっぱりウィードの釣りをやったんです、はい、でのんきばっかりで、はい、これは違うなと思って、で前日のねシモンさんの一言がねちょっとヒントになりました。あ、僕がちょっと岸回りであれやって言うてたよね、はい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 、で回っててふっと気がついたら前に3橋あったんですよ、はい、でちょっとジグヘッド掘ってみようか、はい、でそれ1500が来たんですよ。あ、これやな思って、で僕それからもう何個中 の、はい、ストラクチャーをもう打ちまくってきました。あ、そうするともう目で見えるストラクチャーをとりあえず打ち続けて、はい、あれが結果的に何本やったんだよね。4つしか取れなかったんですよね。でもみんなの結果の中からでは、うん、ウエイトっていうのはすごいウエイトになりますよね。そうですね、当日結構上位、はい、その日だけを考えると上位結果ですよね、はいはい、それからやっぱりまだバスは捨てたって言うてもそういう基本的なとこにはいるバスはいるという状況ですよね、はいはいはい。あ、三村プロ、はい、今年振り返ってどんな感じですか。2戦目ですか、うん、名前書き忘れてもう大丈夫ですよね、はいはい、失格ありの、うん、お立ち台ありの、はい、もう散々というかもう泣き笑いの1年でした、はい、僕はちょうど僕ら2人が、はい、佐藤プロと僕が US オープンに行っててね、はい、ほんでちょうど川口湖まで帰ってこれないんでね、はい、その試合の日にで1人だけでなんか1人になったらのびのびして演技いただいたまあ一生懸命ね、うん、やるっていうのがもう僕の一つの取り柄と思ってるんで、いやどう見ててもなんか僕ら二人がいい品があってあ邪魔なやつしたようなやつがえらい伸び伸びした顔して釣りしてたなすごい伸び伸びしましたねすごいこう入れ替えもねね、もう普段通りの秋らしい僕の釣りで、うん、川口湖っていうとこはあえて水が満水状態に戻ったら比較的こう本来の釣り、まあ本当大昔から比べるとね釣りにくくはなったけど、
やっぱああいう釣りが復活するんですよね。そうですね、うん、もうプラの時からああいう感じでしたから、はい、うん、ああ蘇った昔の河口湖って感じになったから、ね、うん、あれでちょうどほらあのクラシックの切符を手に入れて、はいはい、もう腹の中はいけた思ってた。もうもういけた、うん、まあ、途中でもうクラシックのプラしようかって、ね、カメラの人と2人で言ってたんですよね。ああそうですか。しかし僕はワールドからこうね、あの推薦員の形で、はいはい、あのワールドのメンバーは全員クラシックに行きなさいみたいな感じだったんで、僕もクラシックに参加したんですけどね、あのとりあえず2人のそのクラシックの模様を、次は一度見てください。はい、おはようございます。スーパーバスクラシック、やっとこの地に念願のクラシックに出ることができました。で、あの台風がね一つ来てるんで、あの明日がちょっとあるかどうか分からへんねんけど、今日もね、あの一日頑張って最初から勝負に行くっていう、あの僕の前回の言葉やったんやけど、時間が短いから織り交ぜながらね、ちょっと様子見ようかなと思ってます。ほんでそれであかんかったらもうみんなが上手なんやと思ってね、諦めますわ。ほんで30位ぐらいでここ終わって川口行ってまくろうかなという、そういう感じです。魚ね、ほんでバイブレーションとスピナーベイトだけでね、だけで広いあのウィードフラットエリアの中から、たくさん数を釣ってええやつだけを持って帰ってくると、リミット7本ですから、きっちりいつも通り7本釣って笑って帰ってきます。頑張ります。うわ、豆や、豆やろ。キーパーやったらこんなん寄ってけへんもんな。大きくなってくれよ。ああ、またや。来てる来てる。よし、よし、キーパーや。出てこい。キーパーやろ。ああ、ノンキーかな。こんなんですか。ノンキーや。苦労してんのに。28センチや。さよなら、さよなら。魚や、ついてた。うー、またのんきーかい。大きくなれよ、もう。あー、軽いな。なんなんでしょうか、何なんでしょうか。あ、取れましたよ。川口いかんなんわ。リールリール巻かれんや、なんでや。あ、キーパーや、キーパーや、多分キーパーや。ないか、どこや。うわ、ノンキーや、ノンキー作ってますよ。リールなんでや、なんで巻かれへんの。こんなキーパーや。ほら、
ないこれ。パワー出るゲッサゲッサ。マイナス20ですね、はい、1200トンって8です、はい、はい、第1戦目琵琶湖でね1600ちょっとやったんですね。で終わってみたら83位。あー、ほんまに疲れました。もうどこにね魚行ったんか分からへんし、最後1本ええのん出たけど、あの展開で朝から行ってたらハマってたかもしれへんし、まあ終わってみてたらればの話をしても仕方ないと。ほんで2日目の試合がいつもやったらあるんですけど、台風がね直撃してるんで明日は中止と、もう決定しました。だから来週化学事故またしんどい試合になりますけどね、一生懸命やってればええこともあると思います。頑張ってやります。33人抜かないと、決勝の日には出れないと。頑張ってね、もう優勝狙うつもりでいきますよ。川口湖1日目ね、頑張ってやります。行きましょうか。ほんなら スーパーバスクラシック川口湖1日目ですが、琵琶湖が83位で、まあ、ホゲってここにやってきたわけですが、昨日1日プラをして、まあ、僕前回9月の、川口湖の試合で、まあ、お立ち台に上がったんで、その釣りをね今日は1日やって、キーパー7本で目標が2800、400フィッシュ平均でできればなと思ってるんですが、今日ちょっと寒いんで、昨日今日とねこっち来て防寒着着て一日やったんでね、今日もまた寒いですけど一日我慢して、何人上がらなかったですか。32人。50番までに残らんと明日に残れないんで、頑張って明日も釣りができるように頑張ってやります。 OK。去年は心臓バクバクしながらやっとったけど、今年はある意味リラックスやわ。入居券買いに行ってたんですよ。下田も買いに行かなあかんやったからよし、おーしかいね。あー小さいな、浮いてくるな。マネキーパー、うん、325。よしよしよし、
これはちょっとマシかな、一緒ぐらいかな。すごい浮いてくるやんけ。小さいな。290、まだだんだん小さくなってきた。魚や、魚や、魚や。うわ軽っ軽っ。うわこんなん釣っててええんか。これも一緒や、これ290や。うわ来た。あーまだ軽いな、軽いな、うん、網を取る余裕がないわ、うん、うわちょっとマシか。そうでもないわ、僕のキーパーの30センチが1匹も釣れへんやんか。よし来た、よし来た、ラストの魚かもしれんな。なんかうー久しぶりに魚の手応えがあったやんけ。うわ待った、久しぶりや、嬉しい。何グラムでもええよ、あと2匹釣らなあかんわ。なんか腹立ってきたほんま。お疲れ様でした。4つです。どうします、お父さん、どうしたん。あんた書いてないやん。あーお前書いてない。失格。もう一緒や。1350でした。ムロでやった5本です。5本、はい、そしたら1560、はい、ボーダーラインぐらいでいっちゃうか。6番半田光弘プロ、51番の人です、大塚茂プロです。以上50人の方と、ワールドの方は、明日頑張って決勝戦ということで、何しようかな明日、ね、で他お手伝いで来てる人、来てる人じゃないですね、公約通り琵琶湖で落ちたらお手伝いしてくれるという人は、まあ明日本部前に来てください。釣りできませんけどね、上位の人もいてるし温かい目で、見守ろうと思ってます。去年も楽しい思いしたんで、上位の人は今また楽しい思いで、ハラハラドキドキしてると思います。今年は残念でしたが、これでおしまいです。選手の方はそのまま帰らないようにしてくださいね。選手の方、はい、とりあえずねすごい人です。今日がねジャパンスーパーバスクラシック、最終日ということで、今日はおかっぱり大会もあってね、皆さんたくさん集まって、今日一日これいいお天気の中でね、楽しい過ごせたらいいんですけども、僕は昨日、川口湖戦のね1戦目なんとエントリーカードに名前を書き忘れてね失格になってしまいました。だから今日はね、釣ってもあんまり意味はないんですけども、この川口で久しぶりにこれ満水でね、昔の川口の状態、狙うエリアもねよく似てるんですけども、その中で、シャローへ行くのかまたディープへ行くのか、ちょっとね考えながら今日一日、昔を懐かしみながらね、釣りをしてみたいと思います。現在1位の今井プロですが、朝一番からね
8メートルぐらいの、大石沖でトラッキングをしている模様です。さあ優勝へ近づく一匹一匹になるか。はい、現在2位の泉プロも大石沖8メートルフラットボトムですね、そこを、ライトリグでトラッキングをしている模様ですが、今井プロとちょっと違うのはね、今井プロ一人沖に離れて、自分の魚を釣ってる雰囲気をするんですが、泉プロの場合、数艇のプロと、バッティングしながらきつい展開になりそうな気配がするんですが、上位のね、今井プロ、泉プロ、吉田プロ3人とも、大石の沖でライトリグだと思いますが、皆さんドラッキングをされてる模様ですね。ロイヤルワンドの中に入ってきたんですが、柳プロとあと数名のプロがいるんですが、ほぼね、先ほどの、泉プロ、今井プロ、吉田プロの3人とは完全に反して、先ほどの3人は沖の8メートル、柳プロが、ロイヤルワンドの中の桟橋、溶岩と、もう2つがね、2つがこの秋の代表する河口湖の釣り方になってます。でほとんどねロイヤルワンドの中にプロの姿は見受けられません。もう彼一人桟橋を釣ってます。だからねこれはビッグフィッシュ、ビッグフィッシュを釣る釣り方ですよ。大魚乗っとった今ので、あんなんで乗んのか、もうほんまにちっちゃいな。あんな当たりで乗んのか。やつですよ、モンスターです。よいしょ。9時半になってるんですが、泉プロ大石沖の8メートルフラットから、現在シラスの、溶岩のブレイクになるんでしょうか。また現在もライトリグでやってる模様です。180度やり方を変えたんでしょう。ここもね、一発出るビッグフィッシュの出る可能性があるんでね。あ、早いですね。これ1時間半でしょ。1時間半で、おそらく昨日大石沖で魚を取ったと思うんです。それをこう1時間半でこう何の未練もなしにパッと変えてここに入ってこれるっていう、こうなんていうんですか、勇気というか自信というか。お、魚や。おお、キーパーやろ、キーパーやろ。あ、下尾さん釣った、下尾さん釣った。うわー、ちびさんや、ちびさんですよ。乗ったもんだな、ワームどっか行ってしもたし。現在1位の今井プロが、朝の作戦とは別にね、8メートルの大石沖に、朝一番にいたんですが、現在、見失いました。今井プロなりのやっぱり作戦があって、場所を変更したなり、また作戦を変えたなり何かあるんでしょう。現在見失ったんで、また気になるんでね、どうなったのか、探しに行きましょう。僕も知りたいね。なぜ変わったのか、なぜそこに行ったのか、探しに行きましょう。行こう行こう行こう。
現在ね10時半になったんですが、今井プロの、後をね探しに回ったんですが、最後に向かうという予定で行ったんですが、途中で今井プロとすれ違ったんで戻ってついてきたんです。ほんなら今井プロがまた朝とほぼ同じエリアにまた戻ってきましたね。やっぱり何かあるんでしょう。自分なりのエリアがあるんでしょう。現在ね日本魚を持ってるって言ってましたけど、はい、大熊プロですが現在、3位を走っておられると、大熊プロの攻め方ですが、岸から、一つ目のブレイク、ここねかなり、今までの、プロと違って地形がねすごい岸から一つ目のブレイクをやってるんですが、急進な、ブレイクです。これも、回遊バス狙いでしょう。厳しい釣りではあると思いますが、魚来てますね。うん、キーパーやな。よし、乗った。あー、豆。あー、豆たれ。豆たれくんですわ。おう。お、今へまたかけとるのか。お、もるぞ、もるぞ。あ、もるぞ、もるぞ。ひょっとしたら、あ、ひょっとしたら2匹目かもしれんわ。お、よう引いとる、よう引いとる。あと5分しよう言うてて正解やった。あー、竿の折れたやつが網の上に乗っとる。おお、朝から、ずっと回ってきたんですが、上位の人を見るとね、8メートル、7メートル、6メートルぐらいの沖のドラッキング、それに反してシャローの、ストラクチャーっていう感じですね。それをどれだけこうね精度を高めて、気持ちを入れて思い込んでやれるか、まあそれはその人本人の、ことですが、まあ僕も一日見てみんなプロの姿を見て、僕も熱く思ったし、また僕とは違う釣り方もよく分かったし、みんなやっぱり上位の人はすごいなと、寝れなかった僕は悲しかったなと、うん、そう思いました。で結果誰が勝つか知りませんが、シャロー組ディープ組どちらとも、一生懸命やったと思います。あとは結果待ちです。楽しみにしましょう。98年ジャパンスーパーバスクラシック優勝、今江勝坂選手、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今井勝坂選手には、デビューより、縦の授業でございます。はい、結果的にはねやっぱし強いやつは強いですよっていう結果になってしまったんですけども、さて三村プロ、はい、2日目、はい、カメラ線をしていただいて、はい、自分の目で見た
感想はどうですか。はい、今井プロ、泉プロを、主に追っかけたんですよね、はい、タイミングっていうかね、見切るタイミングがねすごい、もう釣りにしても場所にしても、はい、見切るタイミングね、うん、すごいいいなと思ってね、僕こう勉強になりました。あ、はい、佐藤プロ、はい、今回クラシック参戦はちょっと無理やったんですけども、どうです、来年に向かって。なんかそうですね、最近ねガイドのお客さんにね言われるんですよ、佐藤さんもうちょっとトーナメント頑張ってください。そうね、それは言われるね。そうですね、もう非常につろってね、これは、はい、でね、ちょっと今年ねガイドをねちょっと入れすぎまして、はい、ちょっとでそれでトーナメントのねプラクティスもあまり取れなかったんですけど、来年はねちょっと計画的にちょっとプリプラからプラクティスまでしっかり入れてちょっとやってみたいなと思ってます。はい、ぜひどうも頑張ってくださいね。はい、はい、三村プロ来年はどうなるんですか。はい、来年というよりね、うん、とりあえず今年、はい、仕事をクビにトーナメントの途中でね、はい、トーナメントの途中でクビになってしまいましたので、はい、来年は仕事を主にね、はい、一生懸命やって、マスターも一生懸命戦っていこうと、はい、うん、結果的にはあれでしたよね、ワールドの出場資格を取った時に新しい仕事が見つかって、はい、だからどうしてもその仕事をちゃんとしたいということで、その権利は保留いうことで、保留です、ね、はい、僕の方もね、佐藤プロと同じように、どうしてもこう仕事がいっぱいありすぎてね、こう思い切ってちゃんとしたプラとかができてなくて、まあ、僕は気分的にねいつもそれでええかなと思ってやってるんですけども、そろそろね真面目にせなあかんようになったんで僕も頑張ります。とりあえずこの3人が来年 JB のトーナメントでねどういう成績が残せるか、皆さん楽しみにしていてください。それではね、また来年この JB の、スペシャル版で、お会いしましょう。それではさよなら。お願いします、はい、10時ぐらいですか、うん、大石の木に行ってたでしょ、うん、ずっと、はい、で、一度動かれたでしょ、うん、最古の方に行った、はいはい、なぜでしょう。ね、ターンオーバーがきつかった。だから、うん、もう全域ターンオーバーやったんで、もしかしたら、ね、プラではやってなかったんだけど、まあ、水の流入のあるところっていうことで、で最後の流れ込みの同じ8メーターぐらい、7メーター半ぐらいのフラットを見に行ったんだけど、ベイトもガスも確認できなかったんで、すぐ戻った。っていうのはやっぱり実調されたわけですか。ワンキャストだけ。で水を見て見切った。もう見切った。もうこれダメだと思って。もう、まあ、僕が見つけてたところっていうのはウィードのパッチが何ていうかなパラパラと点在するところで、それがちょっと帯状に 100m ほどある。それは大石ですか。大石、うん、そのパッチ沿いをベイトとバスがこう回遊してる。ただ 100m ぐらいあるんでどこにいるかわからない。でそれを魚群探知機をエレキの魚群探知機で見つけてダイレクトにする。プラの時点でやっぱり、いやプラの時はディープ一切やってる。シャローのところがシャローがもう終わってたんで、はいはい、結局初日は朝一にロイヤル前の大地のウィードので、プレデターっていう新しい自分の色がある日本、これが一番良かったんだけど、この日本を入れてでハワイに行って日本追加。これは一本がマッチョであとは全部アライブシャーで、大石に行って最後の3本で、一本入れ替えて8本切る。でもう今日はシャローがもう多分この気圧の上がり方じゃまるっきりダメだろうっていうのが分かったから、まあ昨日見つけてたそのウィードのパッチを、まあ、前後左右に流してた、はい、今日は一番あれやっぱりね流れ込みあるでしょ、ババガーの流れ込み、はいはい、あの流れ込み近い方が良かった。昨日は反対と、はいはいはい、でそれを最後に見つけれて、はい、そこでパタパタパタっと釣って今日は8本かけて5本取った。あとは途中でバレたりとか、なかなか食い込みが浅くて難しかったんでロッドをわざわざ大阪からで宅配で持ってこさし、柔らかい柔らかい、あのスーパーエアリアルっていうやつとウルトラエアリアルっていう、もう3年ぐらい封印しとってんの、はい、久しぶりに使ったの。何が原因でね、うん、突如連れ出すんでしょう。もう俺の場合はもうバスを見つけて釣ってるから突如じゃなくて狙ってる、いてる、いてる、それを見て釣ってるから、見てその魚団の釣り方によって釣れるバスと釣れないバスがはっきりと分かるから、もう釣れないバスを狙っても仕方ない、とにかく流してる間っていうのは魚団 見てるだけ。これは釣れないキャストやと、釣れたらラッキーキャスト、うん、ただこれは釣れるって思った瞬間にものすごく気を入れて
キャストをそれを狙うから、それで確実に釣る。だから軍団に入って根拠なく入ったやつは釣れないね、うん、で俺はそれを今回マスターできたっていうのと、赤の絵のウィードのマスターの仕方も覚えた。そういう意味で今年は非常に意義ある一年だったなって、うん、強いです。ありがとう。今年は一戦俺ね、60オーバーだけにはちょっと参ったな。あれだけは参ったけど、今年は7戦やって全員たち優勝にか、もうこれ以上望むはないよね。まあワールド取れなかっただけがちょっと悔しいけど。でクラシックですが、うん、私2位ばかりです。なぜでしょう、うん、俺も2位ばっかりやから。勝つっていうのは巡り合わせではない。いや、あのね、俺思うねんけどね、勝ちたいと思ってたらダメだな、うん、相手がね、それ勝負にこだわりすぎるとダメだね。もう長いことやっててすごく思うんやけど、その相手がバスであるっていうことを考えたら勝てるかもしれない。人と競うものではないと、うん、俺もなんか最近そういう気がする。バス釣ってて楽しいから、自分のスタイルで、そうそうそう、自分のバス釣りを、うん、そう、あ、こんなんでも釣れる、こんな方法でも釣れる、あんな方法でも釣れるっていう、ね、まあ、その釣り方をそのバスに聞いていくのが楽しいっていうかな。で今回のヒュンヒュンをマスターしたことによって、、はい、これでとりあえず全テクニックでお互い